皆さんこんにちは、ゆっくり EDF 隊員です。夏も本番となり、猛暑が続いている今日ですが、我々、EDF の戦いもまた、激しさを増しています。というわけで、今回は地球防衛軍2、公認天道スイッチにおける、エアレイドについて解説していきます。ゆっくりしていってねー。エアレイドは、戦い方に癖はあるものの、飛び抜けた火力や充実したサポート兵器が使える、PS2 版や PSP 版の地球防衛軍2には存在しなかった、特殊な兵科です。ここで何が言いたいかというと、地球防衛軍2は全体的に、エアレイドがいることを想定して作られていない、ということです。エアレイドにしかない装備をフル活用して、戦況をひっくり返しましょう。今回は特に、陶器化系の兵器に注目して解説します。陶器化とは、板状のバリアのような兵器で、敵の攻撃は遮断しますが、こちらの攻撃は貫通する優れものです。虫などの頻度の高い攻撃や、体当たり、噛みつきなどの、近接攻撃には弱いですが、UFO のレーザーやマザーシップ、皇帝都市などの砲撃には滅法強いです。拠点の強化や簡易的な拠点の作成、乗り物の強化、などその用途は多岐にわたります。特にオンラインマルチでは、スイッチ版地球防衛軍2の使用も相まって、チート級の効果を発揮します。それでは動画での解説に入ります。まずは現在戦っている拠点の強化です。建物やマップ可動性にして、正面からの攻撃を防ぎます。一方向に対して陶器化を重ねられるため、長持ちします。簡易的な拠点の作成、敵がすぐ攻めてくる場合でも、素早く陶器化を設置することで、安全な空間を作り出すことが可能です。この場合、このような形で設置すると対地効果を遮断しやすいです。前後移動しながらすぐに作成でき、十分な効果を出せるため、かなり重要な使い方になります。また、拠点として使用する場合、陶器化系の兵器を2つ以上持つことで、片方が消えそうになったら、もう片方を設置し、片方をリロードすることで、安全にリロードできます。電磁陶器化 GH と、アブソリュート陶器化のローテーションは、まさに鉄壁です。以上の戦法で、皇帝都市などと戦うと、いかにエアレイドが想定外な存在なのか、が実感できます。それでは最後に、想定外の極めつけ、を紹介します。まず、こちらの画像をご覧ください。お分かりいただけただろうか。そう、戦車に陶器化を設置し、その戦車に他のプレイヤーを乗せて戦闘しているのである、地球防衛軍2、公認天道スイッチのありがたい仕様てんこ盛りである。まず、乗り物などに陶器化を設置して移動しても、くっついたまま、見た通り純粋に乗り物を強化できるので、とても便利です。そしてスイッチ版一番の壊れ仕様、乗り物の上に乗ったプレイヤーが落ちない。これは、長らく地球防衛軍にはなかった仕様ではないでしょうか。何が壊れ仕様なのかというと、地球防衛軍2の戦車は速い、もしくは敵の攻撃が遅いため、敵に追跡されても、UFO などの攻撃しかほぼ当たりません。あの羽ありですら、移動が速く振り切れないものの、3自体はあまり当てることができないのです。その戦車に他のプレイヤーを乗せ、陶器化を設置する、おまけにパワーボストなんかもつけちゃったりして、もはや移動要塞です。動画での解説に移りましょう。ここはミッション69、マチューバッコインフェルノです。まずはノーマルの戦車で逃げてみます。直直さんは食らいますが、ここで砲撃を加えた場合、当然敵の数が減り、被弾も減ります。
次はトーチカを設置し、強化して逃げ撃ちします。ここはミッション77、魔軍です。羽ありと UFO からしつこく追跡されます。しかし、トーチカで強化された戦車はびっともしません。窮地をほとんど落とさず、UFO を全滅させることができました。ここに他のプレイヤーが乗った場合を想像してみてください。戦場を駆け抜ける戦車、その上から好き放題撃ちまくる ADS 隊員、なすすべなく壊滅するインベーダー、そして何より、ミッションクリア後のブラックスクリーンに映し出される。自分のドヤ顔。戦車に乗れ、の一言で始められる共同作戦、オンライン攻略に詰まったら、この一言で戦況をひっくり返しましょう。以上、地球防衛軍2、公認戦闘スイッチにおける、エアレイドについて、解説を終わります。ご視聴、ありがとうございました。